はい、ワンピースが大好きな神木です。現在ですね、8月の4日の12時ちょっと前ですね、11時58分なんですけれども、おそらく間もなく12時過ぎにですね、公式さんからですね、ワンピース1089話の1ページ目というのがちょい見せという形で公開されると思われます。ということで今回はそれをですね、初見で読んでいくんですけれども、その前に、直前回というのをおさらいしていきましょう。ちょっと一週ワンピースはお休みでしたので、まあ、2週間ぶりのワンピースっていう感じですよね。いや、暑かったんだよな、この時も。1088話ですね。サブタイトル、最後の授業ということで、もうそのサブタイトルが不穏なんですけれども、まあ、一言で言うと、ガープが未来に託した回と、そう言えるのではないでしょうか。まあ、アバロピサローがですね、しましまの能力で、ガープをこう追い詰めるような形になったんですよね。その時に、ガープはですね、お前らならやれるということで、まあ、弟子たちを信じて、一瞬の隙を作ってくれたんですよね。蜂の巣に来てギャラクシーインパクトという強烈な一撃を放ったガープだったんですけれども、それよりもおそらく強いであろうと思われるギャラクシーディバイドという技を放ちました。そしてアバロピサロはドカンとね、こう攻撃を食らうわけなんですけども、その撃った後のガープっていうのはですね、ちょっと回想をするんですね。それがコビーが影で人一倍の努力、まあ、人一倍じゃないですよね、何百枚も努力してきた、訓練したことっていうのを思い出すわけです。その前の号でガープとクザンが軍艦バッグをやって、軍艦をねこう叩いてね訓練をしてたっていうことが明かされてたんですけども、なんとコビーもやってたということなんですよね。私もですね、ちょっとこのコビーとかクザン、ガープに憧れて軍艦バッグですね、もちろん軍艦をボコボコにすることはできないけれども、軍艦の形をしたバッグなら欲しいなっていうことをツイッターで言ったところ、視聴者さんが早速作ってくれました。軍艦のバッグです。僕の視聴者さん大体みんな頭おかしいんですよね。ありがとうございます。軍艦バッグ、はい、これチャックついてですね、中になんとお寿司も入ってるんですよ。全部手作りで作ってくれました。いいでしょうこれ、羨ましいでしょ皆さん、軍艦バッグ。ということで私もちょっとは近づいたかなとは思うんですけれども、まあ、そういった影の努力が積み重なって、そして今回のあの窮地で開花するわけですね。オネスティインパクトというめちゃくちゃ強烈な一撃というのを放ったわけです。そして一気に形勢が逆転して、コビーも奪還、海軍は島を出るという流れでしたよね。まあ、そこでね、プリンスグルスとかヘルメッポも活躍してくれました。しかしですね、ガープというのは黒ひげの船長たちに囲まれて終わってるんですよね。まあ、お腹にはね、氷の柱みたいなものが突き刺さっていて、ガープは弟子たちがこう活躍してくれたりしたので、ブワッハッハッと笑っていると。でも実際、ガープというのはもうすごくピンチに陥って終わっているというところですね。で、最後はですね、こう締めくくられているわけなんです。翌日の新聞は、海軍の若き英雄、コビー大佐の生還と、海賊島にて消息不明の伝説の英雄ガープ中将について、そして未来島エッグヘッドの四皇ムギャラのルフィ立てこもり事件を世界に報じたと。ここで終わっているわけなんです。なのでもしかするとね、この1089話っていうのはいよいよ未来島エッグヘッド、つまりルフィの冒険に戻るんじゃないかとですね、そう言われております。もうルフィが描かれたのかなり前ですからね、ずっとね本誌では見てないわけなんですよね。さあ1089話エッグヘッド編になっているのでしょうか、見てみましょうかね。はい、12時過ぎてますね。12時4分ということで、更新していきたいと思います。はい、今はこんな感じですね。次号のワンピースは救済となりますという、まあ、ちょっと前の情報が載っております。8月7日発売ですということで、まだ更新はされてなくて、おそらくこのボタンを押すと、よいしょ、まだ来てないですね。まだ来てなかったです。落ち着きましょう。12時5分の段階では、まあ、今来ておりません。落ち着いてください皆さん、こういうこともあるんですよたまに。さあいつ来るでしょうか。まだ来てませんね。ポチポチ押していきましょう。大体来るんですけどね、15分ぐらいまでには絶対来ると思いますので、はい、ちょっと更新されるまで、軍艦バッグについてちょっと説明しましょうかね。実はですね、この軍艦バッグ、中にお寿司がですねたくさん入ってて、全部手作りで作ってくださってるんですけども、その中で私お会いした時にですね、視聴者さんの奥さんが作ってくださったんですかね、ありがたいですね。ですね、これについてすごく謝られたんですよ。神木さんすいませんって。このね、イカの、お寿司を作ったんですけども、本当にごめんなさいと。間違えましたって言われて、こっち側にネギがついてるので逆なんですって言われたんですよ。どっちでも大丈夫です。大丈夫ですね、これはね。作ってくださったということは嬉しいですので、ネギがこっちについてあったというミスは、もうさほど何も問題ではありません。ありがとうございます。これを作ってるっていうことがですね、ちょっとおかしいと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、
軍艦バッグみんなも欲しいと思いますけどね。はい、羨ましいでしょ。これでねちょっとね長崎の街カッポしたいなと思いましたよね。はい、まあそろそろ来たんじゃないでしょうか。よいしょ、あ来てますね、来ました。軍艦バッグの話をしたら来てましたね。ということで見ていきたいと思います。ワンピース1089話ですね、その1ページ目が公開されましたので見ていきたいと思います。まだ見てないよという方は概要欄に URL 貼っておきますので、そこから飛んで1ページ目見てからこの動画の続き見てください。それでは見ていきましょう。あ、なんかありますね、ジャンプ36-37合併号ですね。8月7日発売ということで大きくしたいと思います。楽しみだな。よいしょ、風車村、あガープさんがって言ってる、海賊島、あもうニュースが流れちゃったんだ、そっか新聞に載ったからね。わ、早速もう風車村の人たちが知っちゃったと。死んだとは書いてないよな。あウープスラップ村長ですね。数々の伝説を作ってきた男じゃぞ、心配などいらん。わ、なんかこのウープスラップもガープはやっぱり好きっぽいのは分かりますね、この一コマでね。あ牧野さんも信じてますね。キャハハハ、赤ちゃんがピックアップされてる、赤ちゃんがピックアップされてるな。やっぱりガープさん心配よね。この子最近ルフィの顔を覚えて、ルフィお兄ちゃん好きなのよ。あーキャッキャ、どういうこと、誰の子なの。ガープ、あだだ泣いてます。ガープもルフィのやつも何やってん、え何が、何かが起こるという感じですね。何かが風車村で起ころうとしてると。え、これマジであれが来るんじゃないですか。早速ちょっと私この先に出す、動画の中でも言ってるんですけども、風車村っていうのはある意味中将ガープによって守られてたんですよね。マリンフォード頂上戦争が終わった後にガープが風車村を訪れて、でっかいですね看板みたいなものをドンと立てたじゃないですか。警備海軍本部中将ガープっていうのをですね、いわゆるね、まあ、ちょっと縄張りみたいな、ここをね何かしたらね本部中将が動くぞっていうことで、まあ、抑止力になってた部分あるんですけども、あの時も戦闘の背の字も知らないような素人海賊団がやってきて船を沈めたっていうくだりがあったわけなんですね、その直前で。で風車村っていうのはこの四皇の一人であるルフィの出身地でもありますし、シャンクスが長い間滞在していたということもですね、その2の人たちは知ってると思うんですよ。なのでね危険が及ぶ可能性があるなということを言ったんですけども、もしかするとそういうことが現にこの次のページで起こるのかもしれないですよね。ズズズズって言ってますからね。何の音でしょうか。なんか何かが大きく動くような音がしますよね。ドカンとかじゃないですもんね。何の音なんだろう。この音でまあすぐ思い当たるのは黒ひげの技、黒ひげが何かブラックホールとか出すときね、あれ確かズズズズって出てたはずなので、まあ、ここに黒ひげが来てるっていうのは今はまだ考えづらいですけれども、あの船にはワプワプの実の能力者も乗ってますし、これから四皇を倒していこうと思っている黒ひげであれば、ルフィの故郷の人物を人質に取ろうとかね、その故郷全体を人質に取ろうみたいなことも考えそうだもんな。いやーどうなんでしょうか。いや本当にね今回は早晴れ的なものをですね1ミリも食らってないのでものすごく楽しみです。はい、この続きは8月7日発売のジャンプに掲載されますので、また月曜日初見読み等々やっていきますので、お時間ある方はですねお付き合い願えればと思います。それでは一緒にまたワンピース楽しんでいきましょう。最後までどうもありがとうございました。